シワラック・テイス・ウン・ルーンは、タイ王国、ナコーン・ラーチャ・シーマー県出身のサッカー選手。タイ代表。ポジションはゴールキーパー。バンコク・バンク FC で76試合に出場後、2008年に、ベック・テロ・サーサナ FC に移籍した。テロ・サーサナでは同じく2008年に移籍してきた、ピサンド・ドーク・マイカがいいプレーを見せたため、チーム内の競争は激しく、常に先発が保証されているわけではなかった。 2010年1月、当 SC に移籍した。しかし、当では公式戦出場の機会はなく、同年7月にブリーラムユナイテッド FC に移籍した。ブリーラムユナイテッドではレギュラーを勝ち取り、チームの第一ゴールキーパーとなった。2011年は、タイプレミアリーグ、タイ FA カップ、タイリーグカップの国内三冠を達成した。AFC チャンピオンズリーグ2012では、 グループリーグ全6試合に先発フル出場し、カシレイソル戦、甲州久し対戦の勝利に貢献した。ブリーラムは最下位で敗退したものの、総失点数は11失点で、全北現代モータースの15失点よりも少なかった。AFC チャンピオンズリーグ2013では、予選プレイオフのブリスベンドアー、A、FC 戦で延長戦までの120分間を無失点に抑えると、 PK 戦では3人連続で止め、チームは3から0で勝利した。予選から準々決勝までの全11試合に先発フル出場し、10失点に抑えた。2013年は、プレミアリーグ、FA カップ、リーグカップ、コーロイヤルカップの国内4冠を達成した。2014年2月15日に行われた2013年度のトヨタプレミアカップでも名古屋グランパスに勝利し、 五冠を達成した。2007年度東南アジア競技大会の U-23 大代表に選出され、金メダルを獲得した。A 代表では、アジアカップ2015予選において第一次 K のカウィンタンマサチャーナンが負傷したため、レバノン戦に出場した。ありがとうございます。